皆さんどうもこんにちは、プラ吉です。はい、ちゅうことでね、もうね、HD リニューアルダンバインがね、プレバン行きっていうことでね、すごいですね、話題が。うん、あと高えってね、うん、まあそれは俺の話題だけど、うん、高えって俺は思ってますけど、うん、にしてもね、23年越しのリニューアルっすね。うん、でプレバンっていうよくわかんないね、まあ現象なんですけど、うん、最近のちょっとバンダイさんの販売方法にちょっと僕意見を唱えたいな。まあなんだろうな、まあボランティアじゃねえからさ、もうネットがもうこんだけね普及してたら、いちいち小売店に流す必要もまあないんでしょうけどね。うん、小売店に流さなければもう全部自分とこのまあ収入だから、うん、まあ利率はいいっすよ。うん、小売店に流すと自分たちのね、その売り上げが減るわけだから、うん、もうネット引いてないとこなんかないと思うし、だからやっぱ、小売店に下ろさないで、直売、うん、直売っていうのがやっぱ一番儲かるんですよね。うん。だったらもうちょっと安くできないかなって思うんだよね。直売なんだから、うん、直売なんだから送料無料とかさ、なんか、ねえのって思っちゃうけどね。うん、プレバンさんね。うん。HG リニアルダンバイン、20年前のダンバインは貨幣価値は違うけど、そんな変わんねえか、そんな変わんねえかな。20年前の、あ、23年前のね、ダンバインが、ね、1000円で、ね、ヨドバシさんとかで買えば890円とかだったのか、ね、リニアルダンバイン3850円で、送料込みで4350円じゃちょっと、あ、普通なのかな、これ。前も言ったと思うけどね、バンダイさんってね、もともと安すぎるんですよ。うん、安すぎちゃって、実上価格破壊をね、何十年も前から行っちゃってたんですよね。うん、価格破壊なんですよ。バンダイさんの値段の設定って、価格破壊、マジで。ちょっとゲート置いとくけど、ちょっと。例えばさ、まあ、これ、長谷川さんだけど、これ、これいくらだと思います、これ。いくらだと思いますか、これ。海上自衛隊ヘリコプター搭載護衛艦加賀。これね、4000なんですよ。4000。これ。4000なんですよ。ね。もう好きでめちゃくちゃ買ってるけど、こういうの。中見ると、もう、色プラでもなければポリキャップもないし、これ4000ですからね。ちなみにこれ、タミヤさんとかも、大島さんもそう、タミヤさん、大島さん、タミヤさん、これ4000、こんなもんですよ。これ4000だからね。4000だよ。うん。まあ言うて緻密だけど、結構これ、子供向けだよね。作る人選ぶよね。うん。説明してもまあ、かなりハードル高くて、うん。まあこんなんだからね。こういうの見れば分かると思うけど、ガンプラって簡単なんですよ。うん、簡単なの、ガンプラって。なもんで、他のメーカーさんはパーツも多いし、もうクソ多いんだよ。多いとかの問題じゃなくて、うん。もうこれ、ほんと、プラモデルってそもそもかなり難しい趣味で、かなりその、腕がいるんだねっていうのが、本当はプラモ業界の常識なんだけど、バンダイさんは常識を壊したんですよ。うん。子供にも買いたい、子供にも作れるっていう。これ子供に買えない4000だよ。子供にも買えないし、子供には作れないんだよね。なもんでね、価格破壊を起こしたんですよね。うん。まあ、身近な例で言うと、これ、1600円でさ、まあ、船とかともかくこういうので見るでしょ？ちょこちょこ。うん。これ1600円ですよ。うん。で、まあ、中にこんな感じなんね。うん。まあ、こんな感じなんだけど、一色だよ。で、バンダイさんの1600円ってさ、まあこれじゃん。バンダイさんの1600円。スナップフィットに、多色成形で、うん、まあいろいろついてますね。クリアパーツとかもね。バンダイさんの1600円はこんな感じ。作りやすい。1日で作れるよ。1日で作れて、まあ、ほとんどこの状態が出来上がります。でも、タミヤカさんって1600円って言ったらね、もう接着剤使うし、一色だし、1日は絶対作り終わんねえからね。なんで
バンダイさん最近高いじゃなくて、逆説的にバンダイさんがようやく他のメーカーに近づいたんじゃないかなっていう。もともと安すぎた。もう何十年も前から価格破壊を起こしちゃったんで、バンダイさん。安すぎて。うん。MG のね、スーパーガンダムが出た時にね、この内容をさ、4000円で出せるメーカーって世界中探してもバンダイさんだけだって、某プロモデラーさんも言ってたけど、そういうことなんだよね。うん。ってことで今話は脱線したけど、脱線っていうかね、尺を稼ぐために言ってました。はい。そんな感じで今日このゲロですね。うん。HG ダンバインリニューアルでね、ダンバインだけで止まるわけないじゃん。絶対ビルバイン来るから、プレバンで。プレバンでビルバイン来ます。で、価格は4000円。で、税込み4400円。送料込みで、まあ5000円近い。うん。はい、中古でね、まあゲドなんだけど、もうゲドどうでもよくなっちゃったけど。まあ HG ダンバインリニューアルっていうことでね、まあその後、まあビルバインと続くんだけど、それはわかんない、ビルバインでのは。じゃあビルバインだと何なのっていう。もしかしたら、まあ、ボゾンを出すっていう手もあるんだけど、まあボゾンは出ねえだろうって感じだね。うん。まあ、まず出ないのがこの、ゲドもですね。ゲド戦記。ゲド戦記も出ないでしょ。うん。まあ、あれかな、まあ、ダンバイン、ビルバインで終わりかな。うん。まあ、ぶっちゃけなんだろうな。最近出た何、バイハムとかさ、あとドラゴナーとかもね、別に続きがそんなバン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 出てるかって言ったらバン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 出てませんから、うん。白聞き出して終わりかなっていうね。まあでも HG ダンバインシリーズはね、当時23年前にめちゃくちゃ出たんで、めちゃくちゃでもねえけど、まあ、欲しいものがほとんど出て流入下がってるんで、はい。まあ、ダンバインとビルバイン出て、まあ、ボゾンあたり出してくればいいなっていう。そもそもね、当時のね、リニューアル、当時の HG ダンバインシリーズ、ね、出来良かったんで、うん、別に出す必要もないかなっていうね、その値段がね、4倍とかになって出る必要ないかなと思ったんで、やっぱだって、値段、ね、送料込み、消費税込みで、まあ、ほとんど4倍じゃないですか。だって3850円だもん。4倍の値段で出す価値あったのかっていう話なんだけど、うん。これも素晴らしいからね、できる。うん。なんで、まあ、ダンバイン、ビルバインで終わりかもしれない。で、あとはね、再販でね、まあ、レプラガンとか、ライニー買って並べてくださいよと、ズワ使って並べてくださいよと、ことかもしれないけど、うん。見てください、このゲド。うん、これ、HG で出たらどうなってんだ。なんか超かっこいいんじゃない ?HG で出たらゲド。うん、なんか今回のリニアルダンバインにアニメっぽい体型なんで、うん。だからこれ、ね、本当の姿見たいですね。これだもん。ねえ、これどっかの部族の土偶ですかっていう感じなんだけど。うん、まあ、プラフォーでね、面白いキットですよ、これ。うん。フルメニューしたいですよね。お忘れだけして。うん。まあ、ダンバインの旧キットシリーズは、このね、作風、この作りをね、そのまま楽しめる人って、まあ、そんなにはいないと思うんだけど、これはこれでまあ、当時の時代を感じていいっていう、可愛いっていう人もいるんだね。うん。全否定はしません。はい。まあ、そんな感じでね。リニアルダンバイン。続きは多分リニューアルビルバインだと思うんだけどね。まあ、ボゾンが出たらね、ボゾンが出たらまあ面白いなと思いますけどね。はい。特にないんでね、ボゾン、ボチューン、ボゾン、ボチューン、ゲドあたりが来たら面白いなと思いますね。まあ、僕の知人でボゾン言ってる人がいるんで、まあ、ボゾン出してあげてくださいよ。はい、そんな感じでね。うんちくかってやってみました。プラキシでした。ありがとうございます。